動画見てくれてありがとう。ありがとう。我々お願いします海賊団のグッズ、現在大人気発売中でございます。みんなたくさん来てくれた、買ってくれた報告本当にありがとう。ありがとう。 T シャツ、パーカー、マグカップ、スマホケース、全部で4つありますので見てみてね。ありがとう。ありがとう。まだね、一応現在発売中なので、この動画の概要欄からぜひぜひ気になる人は見てみてください。そしてたくさん来てたくさん使ってください。ありがとう。はい、はい、はい、セカンド。うん、なんか何どうした、ちょっと耳に入っちゃったんですけど、うん、Kさんが、うん、またブログ始めてます。やば。俺らに言わないで。知らなかったっすか。知らない。マジで知らない。ただ知らない人とスラックしてんなとは。これ結構衝撃でしたよ。え、昔やってたよね、ちょっと。昔やって、僕がやってた。そうそうそう。そうだ。まあ、でもこっち手伝うようになったから、ブログどうでもいいやって思ってました。そうそう、どうでもいい。あ、じゃあ止まってたんだ、それは。そう。止まってたんですよ。で、一人でちょくちょく上げてたの。あ、そうなんだ。で、その時は、一人で上げてる時は、ツイッターに上げましたって書いてたんですけど、へぇ、うん。これ、もう一人新たな協力者ができてて、出た、そのスタイル。それやってから、うん、ツイッターで僕らにバレないようにしてるんですよ。いや、ちょっとそれは一個あれよ。で、一人個ショックよ、俺は。誰かが、その、Kさんってこんなこともしてるんだみたいなツイートをしてたのを、うん、アホなんでリツイートしてるんですよ。で、俺はその、Kさんのリツイートの目に入って、あれこれ Kさんまたブログが。アホじゃん。黙ってんなら黙ってる。いや、黙ってたわけじゃないよ。昔のブログ見て言ってんのかなと思ってしたら、ちゃんと更新されてる。どんぐらいで更新してんの。いや、結構、でもね、まだ始めたって、まあ2週間ぐらいなんですけど、多分。あ、え、違うな。1月ぐらいからやってるけど、更新がそんなに多いわけじゃないな。もう、Kさんが更新したいの。じゃあ、その人、新しいなんかわかんないけど、その人が更新したいの。Kさんの、こいつはいるんですけど、あの、Kさんのキャラ。あ、こう上から見てる感じなんだ、うん、プロデュースしてる感じの。かっこいいじゃん。プロデューサーみたいな。すっげえかっこいいじゃん。ブログやってる人なのかな、あの人は。え、何それ、すごくない。え、かっこいいじゃん。いや、もう、もう今までに何回もあるからね、この、あ、黙って始めて、うん、あ、そうなんだ。で、こっちにも影響出たシリーズが何回もあるから。あ、そうなんだ。言ってよ、だから。こういうの俺やり出したわ。言ってよ。だって、もう言いたくないもん、ここに。こうやって言われる。そう言われるから。いや、違う違う。絶対嫌なのよ、俺。だから言いたくないのよ。ここに。言ってよ、もうね。いや、影響だめーって言われるから、もう。いや、言わないですよ。ダメだってことないじゃん。いや、把握はしておきたいよ。だって、例えば。ちょっと前僕が手伝ってたのもあって、ちょっと多分、言いたくなかったんですよ、僕に。僕に言いますもん、普段なら。あー、そうか。多分、それがあったんですよ。いや、隠し事はあるし。後ろめたさ。新しい人結局ほら、そう。後ろめたいだけなんですよ。バレた時にこうなるから。え、内容は変わったの新しく。内容なんかね、ちゃんとしてんじゃないですか。あー、ちゃんとしてんの。でも、その人は何の人かわかんないです。あー、そうなんだ。でも結局、でもね、あの人じゃない、あの、一瞬ベトナム行った人かなと思ったら、うん、その時その人は、うん、他のところに旅行先に行った。なんでわかってんだ。ジャーナリスト。え、どういうの。え、何その人そんなにアカデミーに出してんの。ここにいました、ここにいましたって。あの人、大抵やるよ。何どういうこと。どっからどう情報を記事に書いてあったんで、Kがブログ行ってきたみたいな記事があって。どういう情報網なので、そこに書いてあったんですよね。だから、その人じゃないんだ。2個情報来ちゃった、今。それはまた、じゃあ、新しい仲間ができたの。そうです。探偵。一人探偵が。いや、本当に、マジで情報がさ、怖いよ。すごいからさ、作家だからね、わかんないけど。ちょっとね、これは黙ってたんですよ。これはなんでじゃあそのなんで黙ってたの、うんうん、ブログ。いや、だから俺は個人で前も言ったけど、なんかいろいろ新しいことしたいのよ、正直。ここ関係なく。裏で言っていいじゃないですか。いや、だって言ったらなんか止められるかなと思って。なんで止められるいや、じゃあ話は聞かせてよって。なんか止められるかなって。え、だってじゃあ逆に俺が他でさ、やってたらなんかわかんないけど、うん、見え方なのかな。全然やってていいよ、だから困らないよ。それキャッチとかやってたんですよ、風俗のキャッチとか。それが。やりたいんだよ。やばい。俺はそれを、あの、イメージ悪くなるから。イメージ悪いし、今やることじゃねえし。それやってもしょうがねえだろ、みたいな。いや、だから止められるかなと思って。じゃあ、後ろ、もう止められるかなって思ってるってことは、ちょっと後ろめたさあるってことじゃん。なんかちょっと。後ろめたさってどういうこと？あ、悪いことはしてないよ、だから別に。クズとかやったんですか。いや、ダメ、絶対止める。ダメだよ。本当にだから、なんで止められるかなと思って。なんで？で、こことは関係ない活動になっちゃうから。え、結構、いや、止めたことないでしょ。いっぱいやってる、関係ないことない。何やったりやってるんですか。どんどん増やしてる。いや、じゃあ言った方がいいの？アホみたいに増やしてる。いや、関係ないから。すごいアホですよ。言った方がいいの？いや、知っては起きたよね。あ、それ全然やった方がいいと思いますね。いや、その方が、ここが安定するじゃん。タカさんもバンド組むっていうのも全然やってほしいです。面白いよね。
で、あ、そういうこと？いや、例えば、おのおのが そこらで生活できる基盤がちょっとでもあれば、うん、ここはずっと続けられるわけじゃないですか。あ、いいの？言って。錦戸君が俳優やってても言わないじゃないですか。うん。それと一緒ですよ。え、だから、そっちを本業にしたいの？本業って何？ここを厳かにしてもやりたいって言ったらまた話し合いだけど。あ、ね、そういうことじゃない。まあ、ないここは続けるためにの、一個のその、なんていうの、変な話。まあ収入源って言ったらあれだけど、うん、そういう意味で増やすのは全然、まあ収入という金はあんまり目的にはしてないんだけど、うんうん、とにかく新しい楽しいサークルみたいな感じで、うん、あの普通に仲のいいやつとなんかそういうことしたいなぐらいな感じ。いいじゃんやれば、うんうんうん、あ言っていいんだじゃん、うん、何なの。あ、そうなの。怪しい怪しい怪しい。実は裏で何か怖い。何何怖い。あ、じゃあもう言っていいなら全然言うよ。だって言った方がここの人見る可能性ある。あ、そうか、確かに。まあ、あれは怪しいぐらいに裏でやってんなって思いました、うん、そうなんだ。でもアホだからなんか見てねみたいなリツイートしちゃったからアホだね。いや、だから隠すつもりは全くなかったんだけど、言わなくてもいいかなって思って。すごいね。そう。へえ、それ最近始めたんじゃん。そうですね、去年の11月とか。結構始めてたね。ちゃんとやってる。ブログ自体はまだその最近だよ。その温め始めてとか。ああ、すごい。整備してたから。あれはね、ブログ以外でも活動あるんですか？だから今後はブログ以外もやっていきたいなと思うので。すごいね。それで動画始めるとかなんてまた話し合って。動画は今のところ予定はないけど。ここで言わなくてもいいけど、ここには言ってほしいです。画面上で言う必要はないから。あ、そうか。全員に。あ、言っていいや。一旦ここの相談はあり。いや、だからもう、止められんのだけはうざいなと思ったの。なんで止めんの？わかんないけど、なんか影響出ちゃうからどうのこうのとか言われたらもうめんどくせえなと思ったの。勝手なね、勝手な意味よ。そうか、何の影響だろう。止めた。だからそこが週1日8時間入りますとか言ったらさすがに止める。それはないよ。さすがに。それはもちろんね。自分のそのやれる範囲のことでやってんだ。あ、もちろんもちろんもちろん。なんだ、じゃあ早く言ってよ。うちのセルだ。知らねえ。言ってよ早く。知らねえよ。早くやれよ。ああ、面白いな。そんなことがあったか。だって星さんの占いブログだって止めなきゃいけない。止めなきゃいけない。ダメだよ。ちょっと今止めましょう。いや、なんでだよ。なんで落ちてきた。なんで落ちてきた。ダメだよってことだよ。こんなこと言っちゃ。ドカンって。ダメだよってことでしょ。まあ、そうだよ。ルフィだ。ワンピースの神様も言ったんだよ今。びっくりしたよ今。なんだ、じゃあ言った方が良かったじゃん。どういう活動してくるんですか。まあこんな感じなんですけど、ちょっと苦笑いできますけど、ね、そうだからこいつが使ってきたんだから。それいいじゃんって、まあ言ってくれるじゃないですか、最悪それ言いますね。こいつが一番悪いやつだから、本当に。まあそれは分かる。もうね、ニヤニヤしながらね。それは分かる。本当に一番悪いやつ。それは確かに。直接して自分がなんかいろいろやってるし。何するすごい悪いやつだから。どうしようとしてるんですか。ほら、楽しい。すごい悪いやつでしょ。めっちゃ悪いやつじゃん。ケイさんがやってんの面白いじゃないですか。なんか何やってんだろう気になるね。しかもコソコソされると余計気になる。いや、まあ確かにね。全然喋っていいんだよ、だから。から止められないでしょ、これ。どういうこと？もう止められない？もう止められないでしょ。いや、だから前作ってたキャラクターがあるんだけど、あれをラインスタンプに出したいから、そういうの動いてたりとか、すごいね。あれの、ぬいぐるみちょっと作りたいから、すごいね、作ろうかなとか、すごいね。ここで言った方がその収益にもなるかもしれないじゃないですか、ね、すごいね、そんなのやったんだ。いや絶対そうですよ。じゃあ言えばよかったんだ。すごいなぁ。もうダメですね。もうダメだね。もう言えない。もう言えない。いやいや、言えるだろ、別に。もういいでしょ。言ってもいいでしょ、別に。スタンプいいじゃないですか、ニガとプジ。そう、あれを作りたいなって。可愛いキャラクター。作ったの？うん、いるから、それをだから、でも外注しますよ、完全に。初めて聞いた。え、誰が描いたの？自分で？うん。え？まあ、原画作は K さんなんですかね。可愛くした人は別の人。ああ、いるんだ。それはね。で、外注はするから、そのマッチングサイト使って、お金払って作ろうかなとか。はあ、すごいね。そういう感じですよ、本当に。へぇー。逆に決めたら、ここと全く分けたいの？え、分けたくはないよ。分けたくはない。全然別に。なら K っていうのは出した方がね、絶対いいですよね。うん、ここでやって、ここで売り出していくんだったら、うん、また得だね。別に分けるつもりはない。したら、そうか、そうね。そう。こっち出しても。うん、いいじゃん。こっち出した方がね。うん、だから、なんかこうやってちょこちょこ言われると思ったから、めんどくさいなって思った。俺は応援してるから聞くんじゃないですか。絶対そうじゃん、だって。一番馬鹿にしてくるじゃん。まあまあ、マジで。気使ってんのかって応援してる。あ、全然気を使ってないよ。あの時期に作ったブログは、まあ、
一回やってるんで、はい、ないから、これ俺にちょっと気遣って言わねえなとはちょっと思ってますけど。ああ、そうかそうか。言うてもちょっとは手伝ってたんで。その続きからやってるわけなんだ。あでも全然。それは多分消してるんですよ、多分。ああ、そうなんですか。そう。だから、多分、ちょっとこれは。いや、気遣ったわけじゃない、本当に。ただ言ってないだけ。マジで。マジで気は本当に使ってない。本当に気は使ってない。全然。もうむしろもう終わったから、あ、いいか。佐藤さんはもう、こっちもやってくれてるし、忙しいからやる。忙しいね。うんじゃあやめようと思って、別にただやめただけだから。なるほどね。また年下の男の子ですか？そうそうそう。すごいなぁ。すごいなぁ。そんな人気あるね、年下の男から。なんかあんのなんかあんのすごいね。かわいいでしょうかね。そんなに多いのか、年下から見ると。お茶だな、お茶だね。お茶だね。お茶だの先輩のこと好きなんじゃない？お茶だ先輩好きなのかな？お茶だ童顔だから。こうやっていじってくれるよ。こいつが一番ひどいんでしょ？いや、いいじゃないですか。一番ひどいでしょ。他にも今やりたいこともあって、へぇー、すごいね。会計士の先生がいて、ほう。あ、これもね、ずっと言ってた。それは言ってくれてたのに、他言わないからやっぱ怪しかった。会計士の先生がいて、うんうん、で、会計士の先生がなんかもう、なんかちょっと面白く動画みたいなことをやりたいっていうか、ああ、そうなんですね。うん、じゃあ僕を、もう誘ってくださいって言って、うん、まだ何も話は進んでないけど、うん、それとかも進めていきたいなっていう感じ。へぇ、すごいね。それはまずいじゃん。それだったら、それは止めるよ。それは、それは止める。単純にもう本当に会計士系の、要は、あ、そういう知識を面白おかしくしたいみたいな。あ、面白おかしく動画コンテンツ作りたいみたいな話とか、そうくれるから、あ、面白そうですね。でも僕が編集に入っちゃうともう絶対無理だから、じゃあ、なんかそう編集前用意しましょうとかそういう話をするけど、へぇとかね、コシさんでいいじゃないですか。なんでなんで急に俺がそこに嫌だよ、嫌だよ、だってそれお金になってないですよ、絶対絶対お前のやつじゃん。会計士の人ですよ。会計士くれるのか。絶対取るよ、絶対取るよ。ダメでしょ。僕はそんなには別にそこでお金を稼ごうってあんまなくて、もしでも本当に発生したら別にいいじゃん、ここにも持ってこれるしとかね、そういう考えですよ、本当に。すごいね。そうそうそう、っていう感じ。すげえなぁ。知らずにいろいろ動いてるから。すごいね。ケイさんって。ケイさんが何かやってるの見たら。趣味みたいなもんだよね。僕にダイレクトメッセージで。ケイさんが怪しいこと知ってるのを発見したら。ちょっとこれ調査お願いします。皆さん、そう、これ調査お願いします。依頼しないで。怖えなぁ。なんでよ、いいじゃん。怖えなぁ。ここでも計算しました。あ、いや、もう一個ちゃんと、別に隠してるわけじゃないけど、ちゃんと考えてて、だから、俺、本を作りたいって。おー、すごい。あれは、あのブログを題材に本を書こうと思って。へー、すごいね。あれをまとめて本にしたいなっていうのがあって、年内に出せればいいなって思って。年内結構ちゃんと、うん、すごいじゃん。一回まず最初は電子書籍で出して、その後ちゃんとあの製本して本にして100冊ぐらい作って、うん、なんかやりたいなと思って。すげえやん。でそれのイベントを開きたいなと思ってた、トークショーで何でもいいから。ああ、そういうことなんだ。そこに来てくれた人にこうあげれるようなのを作りたいなって。すげえじゃん。そういう内容なんだ、本にできるような。どういう内容なの？内容はね、内容はちょっと考えなきゃいけないなと思って。ああ、そっか。あの、内容は君が出てくるかもしれないから。俺が出てくるの？そうそう。言わなきゃダメだ。絶対言えよ。確かに。ゼロ。なるほど。確かに。そりゃそうだよ。でもちょっとそう、言い出すとちょっとガヤガヤ売られてから俺はもう、なんぶさいなって。言わないです。見ないですもん。基本は見ないです。でしょ？あ、でしょじゃないよ。ちょくちょく見て、いや、つぶやきました、甘いから。だろ？ほら。でかいが言われるかなと思ったから、ちょっとめんどくさいなと思ってた。言ったことないじゃないですか。え？個人の活動に文句を。おるでしょ。おるでしょ。考えてるけど。考えちゃった。ないか。ないか、別に。で、こっちが佐藤さん、忙しすぎは言ったことあるけど、なんかあったじゃん。動画でもちょろっと言ったじゃん。ああ、急ぎすぎんだ、あいつですね。そうそうそう。僕はでも言うても来ねんでね。そっか、そっか。それは言ったっけ？面白。そういうことよ、別に。で、君はちょっとでも名前出るかもしれないから、じゃあそれは先言ってくわ。それは言えよ。じゃあ、なおさら言えよ。名前が出るってどうだ。それは、そういうストーリーにしたいなと思ってて。へぇー、すごいじゃん、でも。そうそう。何、名前が出るんで。まずでも、まあ、あんまりふわふわっとしてるから、ないんだよね。だから、その、ざっくりしか。出た、内容ないやつ。じゃあ、そのブログも概要欄に貼っときましょうよ、せっかくなんでね。そのブログもどこにあるの？概要欄に貼っといた方がいいかな。いいよ。でも見てもらった方がいいじゃないですかね。本にしたいんですから。あ、そう？うん。貼っていいの？別に見ていいでしょ。貼っていいの？いいですよ。本当？じゃあ貼ろうかな。あ、ま、当初考えてなかったのよ。分けようと思ってて、ここのあれとは。ああ。でも俺出るんでしょ？うん。いや、もうわけわかんない。何をどういう具体性がわけわかんない。だから動画からの流入あんまり考えないようにしてたの。ああ。
僕だけのあれでやると思ってた。僕個人のあれだけで。意味わかる？わかんないです。意味わかる？うん、まあでも別に全然そのうん。いや、怪しいんだ。詰まってる。怪しいんだ。もうないよ、ちゃんと今全部喋ったよ。全部喋った。全部喋った。もう一度言って。だから、まあ、だそういう活動をしたいなって思ったな、個人的に。うん、なるほどね。そうそう。そうだよ、いいよね。僕、ファンブック作りたいんですけど、ここの。ファンブックって何？なんか、あの、僕今ハマってる実況者の人いて、うん。まあ、ニコ生からのあれなんですけど、うん。そういう人たちはコミケでも出すんですけど、うん、面白そうなんですよね。ちょっと一冊頼んでみたんですって、ちょっとまだ届いてないんですけど、ちょっとそれでどんな感じなのか見てちょっと作りたいんですよね。本みたいな感じ、マガジンみたいな。あー、そうか、雑誌なのか。いいじゃん。ワンピース雑誌の言うはお願いします、カジュランバーみたいな感じが。この動画のなんとか、うん、でもそれ 誰が書くの？自分たちが書くの？まあ僕書いて、デザインだけ誰かに頼めばいいんじゃないですか。いや俺するデザイン。うーわ終わった。なんでよデザインデザインの、なぜデザインデザインって一番具体的なことだよ。君が一番苦手なことだよ。あ、そうか。じゃあやってよ。いや、俺やれないよ、さすがに。じゃあやってよ。でもなんかすごい良さそうなんで、ちょっと、まあ見てからですけど、どういうこと書いてるの。そんなん作る人いいんだ。いいじゃん、それ面白そうじゃん。でも、ね、その例えば、マメマキオとかキャラクターが乗ってるとやつとかでもいいじゃないですか。めっちゃいいじゃん、それ。なんか面白そうだなと思って。ちょっとやりたいし。そういうのもあんだね。じゃあやろうやろう、それも。じゃあさっきのブログの方やろう、こっちで。なんでよ。そっちはそっちでいいじゃん、やめてね。そっちはやめて。そういうこと言うから言いたくないんだよ。別にね、もう趣味だからね、俺、本当にそれ。趣味を奪うなよ、人のって。ボーリングが好きな人はボーリング行っちゃダメって言ってるもんだよ。それと一緒だからね。例え。そういうことだよ、だって。そういうことよ、だって。これで広まったんだよ、ね、そうだね。よかったな。いいよね。まあまあ、別に隠すつもりはなかったからね、別に。よかった、広まって。何なのこれ。終わりました。終わりました。星さん待ちです。僕が終わりました。星さん待ちね。はい、おしまい。しまーい。